日本の漫画やアニメでは当然のように登場する強い女性キャラクター。アニメでは男性主人公よりも存在感が強く印象の強い女性キャラクターが多く登場しますが、今回は日本と西洋の女性師匠キャラクターについての疑問を投げかける投稿の話題です。その投稿では、日本の作品だと女性キャラが男性主人公を支持する師匠役を担うという場面が多くあるよね。例を挙げると、ブリーチの夜市、悠々白書の限界、鋼の錬金術師の泉などなど。これには批評家や視聴者からも好評を博しているけど、なぜアメリカのメディアが同じようなことをやろうとしたらうまくいかないんだろうか。というように、日本とアメリカのエンタメ作品における女性キャラの違いに疑問を呈していました。確かに日本のアニメや漫画作品では、例に挙げられたキャラクター以外にもジョジョの奇妙な冒険第二部のリサリサやハンターハンターのビスケなど、女性師匠キャラという存在はもはやメジャーと言えるほどのキャラクター性ですが、海外ではあまりメジャーではないようです。そんな女性師匠キャラや日本の作品における強い女性キャラの描写に、海外からは共感の声など多くの反応が寄せられていました。それでは海外の反応をご紹介します。西洋の人たちは女性が男性を指導するっていうのをあまり好まないんだ。女性が男性を育てて後に成功させるというのはリベラルな人たちには好まれないアイデアだからね。他のメディアよりもアニメで素晴らしい女性キャラクターが多く登場できる理由の一つは、日本人には強い女性キャラクターを描かなければいけないという義務や重圧がなく、ただ単純にいいキャラクターを作り上げることに専念できているからだろうね。強さはキャラクターの視点からはあまり関係ないと思う。日本では男女間の関係にバランスが取れているからね。女性キャラクターは自分の強みを生かして男性と同じようになろうとしないし、その逆も同様だ。アニメではアンサンブルキャストがよく見られるけど、それは日本がチームワークを重視する社会だからなんだ。日本は尊敬と心を持って賢明な師匠を描くことに長けているよね。実はアメリカも昔は同じくらい描けていたんだけど、若い世代の脚本家が古い世代の脚本家よりも知識があると思い込んでしまっている。これのおかげで描き方が変わってしまったように感じてる。アメリカ人は性別を気にしすぎだし、キャラクター性を重視しないからね。西洋のメディアは強い女性キャラクターを描く方法を知らないからだよ。キャラクターに投資するにはバランスが必要だ。強さには弱さが必要なんだ。現代の作家はそれを理解していない。ブリーチの例で言うと、夜一はセクシーさを持ちながらも一部を肉体的に追い込み、彼を鍛え育て上げた。彼女はいつでもゴールに向かって彼を助けているんだ。アメリカのメディアでは道徳的な理想を押し付ける必要があるから、同じような描写は不可能なんだ。単純だよ。日本の女性師匠キャラは自分の弟子を尊重し、最高の能力を引き出してあげたいと思ってる。それでいて魅力的で、自分を立てるためだけに男性主人公をけなしたりしないんだ。アメリカのメディアはこのシンプルなストーリーを理解していない。だからいつも失敗するんだよ。概ね同意だけど、何度も厳しい侮辱でユースケを抑えつける限界と、エドとアルが人体錬成を試みたことを知った時に彼らを叩いた泉は例外だと思う。公平を期すために言っておくと、ユースケは自分のおばちゃんくらいの年齢の人に向かって大声で不良をぶってるからね。ああなるのも当然だ。エドとアルは彼らの世界で究極の禁忌を犯しただけでなく、泉の教えを裏切り過ちを繰り返してたしね。少なくともそれらの行動は正当化されているものだよ。ユースケは規律を欠いた反抗的な不良だったし、エドとアルの行った人体錬成は禁忌とされていた。この場合なぜそうなったのかが文脈として重要だと言えるだろう。またこれらの師匠たちはそれ以外にも非常に能力があるキャラクターたちだ。他の人が言ったように、彼らが男性だからというわけでもなく、彼らの男らしさを貶めるために彼らを攻撃しているわけでもない。ただのクソガキたちをしっかりと見つける必要があっただけだ。もしも彼らが女の子のキャラクターでも同じようにされていただろうね。限界や泉はかっこいいし得意なこともあるけど、メアリー・スーのような完璧すぎるキャラじゃないのがいいんだ。彼女たちは生徒のことを大事にし成長させることができる。アメリカのメディアでは女性が生徒の邪魔をして注目を浴びることがあるんだ。自分も夜一や泉みたいな綺麗なお姉さんにビシバシやってほしいな。クソ、なんで俺は少年主人公じゃないんだ。スーパーマリオザムービーに登場するピーチは師匠に入るかな。彼女はマリオにプラットフォームやパワーアップを使った戦い方を教えてたし。スーパーマリオザムービーのピーチ姫でも
同じような感じだったよね。最初はピーチ姫の方が明らかにマリオよりも技術が上だったけど、だからといってピーチ姫はマリオに失礼な態度を取ったりしなかった。もしもこれが純度 100% のハリウッド作品だったなら、ピーチ姫はマリオにマウントを取っていただろうね。 MCU のシーハルクみたいに。多くのアメリカ人は女らしさを弱さと結びつける傾向があるからね。強い女性キャラクターは女らしくあることが許されないんだよ。だからみんな男みたいになってしまう。さらに悪いのが、女性主人公が男性に対して驚くほど攻撃的だということだ。おそらくこれは根本的な理念が違うからなんだろうね。しかも物語もそれを許容してしまっている。これはいい質問だね。アメリカの理想的な女性師匠エンシェントワンが登場した2017年のドクターストレンジは見事に成功したと思う。ただ他の例は思いつかないね。自分はドクターストレンジのエンシェントワンが好きだったよ。それはティルダの演技のせいかもしれないし、もともと男性の役だったのを脚本家がただ女性に変えたからかもしれないけど、西洋のメディアでは強い女性キャラクターをガールボスとみなしている。そしてガールボスは激しい男性嫌悪のターボフェミニズムの汚名を着せられているんだ。そのため男性の弟子を軽蔑したり嫌ったりすることがある。彼女たちが弟子を尊重するという考えは弱いと見られるんだよ。まさに文化の違いだね。西洋のメディアでは男性が男性を指導する場面がよくある。 X メンにはプロフェッサー X やマグニートがいたし、ソーにはオーディンがいた。なぜ西洋ではそう描かれないのか。それは少年漫画では最終的に男性キャラが女性キャラより強くなるからだね。この事実は今のハリウッドでは決して許されないことだ。アメリカや西洋のエンターテインメントの脚本家は女性キャラに対して欠点や克服すべきネガティブな特性を書くことを恐れているんだ。愚かなことに西洋では女性キャラにわざと欠点を書き込むのは性差別って考える人もいるしね。これは主に ESG スコアを上げるための戦略なんじゃないかな。そんな中日本はそんなこと関係ないやと、全てのキャラクターに強みも弱みも与える、ただの退屈で平凡なステレオタイプにならないようにしてるんだ。ガールボスは西洋のマルクス主義の発明で、幸いなことにアニメにはあまり広まっていない。日本のストーリーだと女性の先生キャラはよく実力的に男性の弟子に追いつかれることがあるよね。実は西洋のマルクス主義に乗っ取られたメディアではこれは許されないことなんだよ。若い男性や少年は活発でエネルギッシュだから、正しい方向に導く大人の存在が必要だ。多くのアニメには次世代への知識の伝達があるし、指導することの重要性が示されてる。そしてそこに性別は関係ないんだ。それを日本の漫画は知っている。最近の女性師匠キャラといったらヒロアカのオールマイトの師匠である志村奈々だな。セクシーな女性師匠キャラは大好きだぜ。今の西洋作品の女性キャラには誠実さや謙遜、女らしさが皆無だ。もはやただのおっぱいがついたあるおっさんだよ。だが日本の女師匠キャラは素晴らしい。特に夜市さん、彼女は素晴らしい。俺も夜市さんと温泉に入りたい。日本のアニメ漫画や映画、女性の教師や師匠は男性生徒を尊重し、厳しくても教える姿が見られる。そこには愛情がある。西洋のアニメ漫画や映画、ガールボスなど女性キャラが男性主人公に教える姿はほとんど見られない。ただ彼が男性であることを非難するだけ。西洋のメディアはいつも政治的なことを絡めたがるからね。それに対し日本のメディアは知恵と人生へのアドバイスを作品にちゃんと入れてる。日本のクリエイターたちは制作時にデモグラフィックスをちゃんと理解してるんだ。アメリカも昔はそうだったんだけどね、いつの間にかそうでなくなってしまった。歴史的に女性が強い立場にあったことも多いからというのもあるだろうね。日本は太古の時代から女性の指導者がいたり長がいたんだよ。それに日本で一番偉い神とされているアマテラスも女性の神だ。そういう文化からも来ているんじゃないかな。いかがでしたか。日本の女性師匠キャラへの意見や日本と西洋の違いなど様々な意見がありました。どうやら女性キャラが男性キャラに支持をするパターンというのは海外では極端に少ないようですね。皆さんは好きな師匠キャラはいますか。このチャンネルではエンタメに関する海外での話題や海外の反応を紹介しています。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。